こんにちは、スネドラです。午前中は層雲峡で観光してたんでちょっと出遅れてます。今日のランチは旭川で旭川ラーメンを食べようと思います。途中通り道にラーメン村っていうのがあったんでですね、そこに寄りました。有名店が集まってる感じですね。どこの店が美味しいのかいまいちわかんないんでですね、とりあえず1軒目は老舗の青葉、ここに行ってみます。ミニサイズのラーメンがあるんでですね、ちょっとはしごしてみようと思います。醤油と味噌をオーダーしました。まずは味噌ですね。結構さっぱりなんですけどね、やっぱりコクがあってね、すごいうまいです。醤油は魚介風味でね、結構しっかりしたスープですね。これが旭川ラーメンっていうんですね。続きまして梅高軒ですね。ここはね、東京にもありますけど海外にもあるかなり有名な店舗ですね。こっちもね、相当歴史があるみたいです。味噌バターコーンなんですけど、これマイルドなのに味がしっかりしててね、マジうまいです。醤油に関してもダブルスープって相当うまいんですけどね、青葉の方がうまかったですかね。私の好みとしては醤油はね、青葉の方が好きで、味噌は梅高軒がうまかったですかね。まあ、私の好みですけどね、全部うまかったです。本来は有料道路使わない予定だったんですけども、時間がね相当押しちゃってるんで、高速使っちゃいました。はい、小樽市内にある竜宮神社ですね。ここはね、桓武天皇が祀られてます。建立したのは榎本武明でですね、観光客も相当多いみたいです。無事御朱印帳はもらいました。今日は車中泊なので、近くの温泉に今のうちに入っちゃいます。車中泊する駐車場のすぐ近くのトイレですね。ネットではいろいろ綺麗だって書かれてたんですが、明るいうちに1回ちょっとチェックしておきます。やっぱりね、綺麗ですね。はい、だいぶ、日も傾いてきて気温も下がってきたので、うちのワンコたちのお散歩を、小樽運河のあたりをですね、散策しながらしてみようと思います。すごく絵になるところが多いというかね、雰囲気がすごくいいですね。これ運河沿いを歩くね、遊歩道みたいのがあるんですけどね、すごく気持ちいいです。雰囲気もあるし、やっぱ味わいがありますよね。気持ちのいい通りでですね、小樽ね、やっぱり初めて来ましたけどね、住んでみてもいいなと思うような街ですね。時間も6時を過ぎたので、そろそろ晩飯食いに行きましょう。ちょっと歩いたところにですね、小樽運河食堂っていう、もう何でもあるようなお店があったんですが、残念ながらね、ちょっと閉まっててですね、ちょっと中見てみたかったですけどね、残念。ここもレトロっぽくてですね、すごく雰囲気あるんですけど、ほとんどのお店はやっぱり閉まっちゃってましたね。風鈴がね、ちょっと涼しげな感じです。いろいろさまよった結果ね、やっぱり寿司だろうということで、マサ寿司の本店が開いてたんで、ここで寿司を食ってみようと思います。なかなかね、しっかりしたお店のようなので、高そうですけどね。予約してないんで入れるかなと思ったらね、カウンターが空いてました。結構ラッキーでしたね。まあ、北海道なんでですね、札幌の生ビールで乾杯して、今日は、お金のこと気にせず、お任せだったりお好みだったりでどんどん行っちゃいます。好印象の板前さんがですね、元祖イカそうめん、これをおすすめだっていうんで食べてみました。これね、つゆの中にね、ウニを入れて、うずらの卵とウニとつゆを混ぜてですね、これにイカそうめんつけて食うっつですね、もう超贅沢な食い物、もうね、濃厚でむちゃくちゃうまくてですね、これはね、生まれて初めてこういう食い方しましたけど、驚きでした。お寿司って言ったらやっぱりお酒ですけど、この北のカツですね、これ北海道の酒のようなんですけどね、本当に寿司によく合ってですね、うまかったです。ニシンにホタテ、ホッキ貝、もうどれもね、新鮮で本当美味しいです。このボタンエビもでかいしね、このね、味噌軍艦なんてね、初めて食いました。炙りの中トロはもう言うまでもなくですね、タコのレモン塩、こんなのもね、うまいです。大トロなんかもね、本当に申し訳ないぐらいうまくてですね、うまき、これね、出来たてのをね、食しました。ウニとかね、イクラとか、もうどれもこれもうまいんですけど、本当にね、小樽って言ったら寿司だよねっていうのがよくわかります。本当にごちそうさまでした。美味しかったです。小樽運河の夜景を見ながら駐車場に戻ろうと思ったんですけども、
途中でね、おしゃれなびっくりドンキー見つけたんで入ってみました。運河が見えるカウンターが空いてるっていうことでですね、そこの席をチョイス。ここにはね、ハーフサイズのマーメイドサラダっていうのがあって、初めてだったんですけど、この店限定かもしれないですね。はい、今日の車中泊の駐車場です。ここはね、今日金曜日なのに空いてるんですけどね、1日24時間で600円、駐車場の管理人さんも車中泊にすごく理解のある人なんで、とても助かります。車中泊もだいぶ慣れてきて、準備とか、安眠とかもですね、だいぶいい感じになってきました。今回もご視聴いただいてありがとうございました。小樽はね、すごいいいところで、食べるものも美味しいし、雰囲気もいいしですね、また来たいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントをぜひお願いします。それではまた。